地方の財源が4兆円減る、だからやるなって論法でしょ。そうじゃないんですよ。地方の財源に悪影響を与えないように、ぜひ103万円の壁を突破して地方の住民の手取りを増やしてくれって、全国知事会も市長会も町村会長もですね、言わなきゃダメなんじゃないですか。地方に住んでる住民の立場に立ったら、絶対にそれは国の責任で地方財政には悪影響を及ばさない。だけど頑張って地方で生活されてる方々の手取りを増やす、減税する、それもセットでやれっていうのが正しい知事会のスタンスだと私は思いますね。